んじゃ父、オラも海王様のとこに修行に行ってくっからよ。あ、ダメだ。いい、そりゃねえよ、こないだいいって言ったじゃねえか。可愛い孫に戦ってばっかのじいさんなんて見せられねえだ。ほら、さっさと仕事に行くべ。ピーテルさん、ダメだよ。またそんなことしちゃ。僕がご飯作る間、ママを見張っててね。困ったパパね。ビスケットでも食べながら一緒に待ちましょうか。やつは超えた。スーパーサイヤ人ゴッド、神の息を。棚にも問題なし。我らがヒーロー、ミスターサタンの到着です。早速ですが、先日のあの不可解な現象、あれは何だったのでしょうか。いかにも宇宙にその名を轟かす極悪非道、とにかくその破壊神が次のターゲットに選んだのがこの地球だった。そう、それは遥か南の海、その体からは凄まじいほどの悪のオーラが放たれていた。つまらんの。あの不可解な現象の裏でそんな戦いが行われていたとは。なんだあれ、隕石か。何、宇宙人です。宇宙人が現れました。宇宙人。私の顔ってそんなに怖いかな。挨拶？仇を討ちに来たんじゃ。くー、廃止。あなた様の功績をたたえ、この勇者のメダルをお送りしたい。我がスナク星の勇者ガルビとお手合わせいただきたいのです。神の力を得たミスターサタンにスナク星の勇者が挑戦だ。急にお腹が。トイレ。おかしいな。だったらベジータさんに。まずい、一体どうすれば。完全アウェイの中どこまで戦えるのでしょうか。お相手願う。試合開始か。はい、この際ゴーデン君かトランクス君でも。何やってんだミスターサタン。悟空さん、おお、これぞまさに神の助け。ブルマンチ行ったんだけど誰もいなくてさ。それより悟空さん、私の代わりにちょっとやっていきませんか。え、私ならいつでもできますから。じゃあちょっとやらしてもらおうかな。あのような素人と戦いだと。俺は意外な展開だ。じゃあ始めっか。どっからでもかかってきな。悟空さん、そんなとこで何やってるだ。早く早く、ほら。ああ、はい。うわうわ、悟空さん。さすがミスターサタン。相手との間合いを測っているのか。もしかして怖がってるのか。あの時だって止められたじゃないか。イーデンを守ったじゃないか。大使、別れのご挨拶を。ミスターサタンの一撃で恐れをなしたか。ガルビは大惨。見たか、俺が神の力を手に入れたサタンの力だ。めったら今日は切れそうにねえぞ。あれから特に変わったことは起きていないようですが、それにしては破壊された痕跡がありませんでしたし。あ、いいぞいいぞ。
やめろ、おい、やめろ。ご先祖様。あ、流れ星。カブトムシ。生きてんだけど父がうるさくてよ。サイヤ人の血引いてんだから心配すんなって言ってんだけど、座ってばっかじゃ体がなまっていけねえや。はじめは無天老師様のところで一緒に修行してたのにさ。それがいつの間にか。スキップスキップ。悟空、一発殴ってくれないか。本当にいいんか。ああ本当に痛えぞ。クリリン、悟空の強さを知りたかったんだから。それにしても強かったよな。やるぞ。パンチ効いたぜ悟空。ん？よしよ。何でしたっけ。天つゆかな。じゃあ次はかき揚げね。はい、かき揚げね。当たり前じゃない、私たち友達なんだから。はい、今度またビルス様が地球を破壊しに来ても。ふん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 、さあそれはどうでしょう。あら、もう帰ってきたの。部屋の中はドロッドロ。この前なんかせっかく作った私のドレスが。ベジータさん、お久しぶりです。なぜ貴様が地球にいる。チョコチョコだと。ブルマさんにはいつも美味しい料理をご馳走になっています。来てるなら来てると、なぜそう言わない。何怒ってんのよ、どうでもいい。それよりビルスも一緒なのか。俺がビルスにサイヤ人の本当の強さを教えてやる。そんなことしてまたビルスが地球を破壊しに来たらどうすんのよ。うるさい。またビルスが地球を破壊しに来ても私たちだけは安全なんだから。こうなったら力ずくて。ウィス、貴様何者だ。単なるビルスの世話役じゃないな。つまりビルスより強いってこと。それはどうでしょう。ビルスの師匠アベジータさん、一言だけアドバイス。あの孫悟空とかいうサイヤ人も超えられるでしょうね。あなたが破壊神になったらの話ですけどね。俺が地球で一番うまいものを食わしてやる。それは私がやるんだから。地球で